リサは日本の女性歌手。岐阜県関市出身。現所属レーベルは桜ミュージック。オリジナルブランドはユーバーミュージック。事務所はソニーミュージックアーティスズ。血液型は B 型。本名はオリベリサ。夫は声優、歌手の鈴木達夫。2017年10月までに配信累計170万 DL を記録。2019年9月に グレンゲーが同年に配信され、女性ソロアーティスト楽曲として、初めて30万ダウンロードを突破。2020年7月には100万ダウンロードを超え、自身初となるミリオンを獲得した。また、オリコンチャートのシングル部門では、平成最後と令和初のウィークリー1位を獲得している。2020年1月22日に、声優の 母親の影響で3歳からピアノを習っていた。幼稚園年長組の時、人見知りを直そうと母親が地元のミュージカル教室に通わせた。習い事は他にもしていたがミュージカルが一番楽しく、歌うことが好きになり、小学校中学年の頃には、テレビでスピードが格好良く歌い踊る姿に憧れを抱き、小学5年生の時に沖縄アクターズスクールのオーディションに合格。以降、 沖縄の母親の知人宅に身を預けて、レッスンに励むも、中二で、岐阜に帰郷。中学2年生の時、バンドをやっていた3年生の先輩たちから、卒業ライブでのボーカルを頼まれ、ロックなど全く知らなかったが、聞かせてもらったアブリルラビーンがものすごく格好良く、思えた。メンバーの自宅の蔵にある防音室で、一緒に練習を重ねた。卒業ライブで、 アブリル・ラビーン、ラブ・サイ・ケデリコ、エゴ・ラッピンなどを披露した。歌手活動、編集2012年アニメ・エキスポ詳しくは、ディスコグラフィ、ライブを参照。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、その他の活動。 編集ソロデビュー後に発表した楽曲の半数以上は、リサ自身が作詞を手掛けている。また、Believe in Myself、Winding Road、君にピエロなど一部楽曲では作曲も行っている。リサ本人が、私にしかできないことをやりたい、他の人の色に染められたくないという気持ちがあり、自分のやりたいことを伝えるためには、自分で作らなくちゃいけないと語っている。シングルでは、 アニメのタイアップ曲が多く、特に、オースサイン、ライジングホープ、クロッシングフィールド、印、キャッチザ・モーメントが有名で、それぞれリサの代表曲となっている。ソードアート、オンラインについては、デビュー直後から5年間にわたって、タイアップを続けてきた。また、初のノンタイアップ曲、ベストデー、ベストウェイもライブで歌われる頻度が多い代表曲の一つである。アルバム曲では、 ノンタイアップも含んだ全体的にアップテンポな曲が多く、リートルデボルパレード、ロック、モード、セイマイネームの片思いといった人気曲が多数存在する。同事務所に所属のユニゾンスクエアガーデンとも交流があり、彼らのことは先輩と呼んでいる。なお、ユニゾンスクエアガーデンの田淵智也からは、ライジングホープ、キャッチザ・モーメントなど複数の曲を提供されている。 ソロアーティストとして活動しており、特定のバンドやユニットに所属していない。リサ自身がライブが大好きで、ワンマンライブフェスティバル台イライブ等、数多くのライブに出演経験がある。大きな箱も小さな箱も楽しみたいとライブで語ることが多い。ライブではオーディエンスを煽り巻き込むパワフルなライブパフォーマンスが定評で、コールレスポンスや振り付けを客席へ煽ることが多い。 ライブパフォーマンスでは一部の楽曲において、リサ自身が作った遊びや振り付けがありライブ時にたびたび披露されることがある。例としては、エスケープゲームという楽曲では曲中で会場を二つに区分して競うゲームが生まれた。ワイルドキャンディー、セーマイネームの片思い、エレクトリギカル、メリーハリーベリー、スパイシーワールドでは曲独特の振り付けが存在する。他の曲でも独特のコールを リサッコに要求するコールレスポンスが数多く存在する。ライブ曲ではリサソロデビュー後もガールズ・デッド・モンスターの曲をごく稀に歌うことがある。またファンクラブイベントのリアルリサッコ祭りではリサッコから歌ってほしい曲を募集し選曲する。ライブ中にギターの演奏や鍵盤ハーモニカの演奏を行うこともある。ギターは 未経験だったが練習して一部の曲で披露できるようになった。また、ダンスは中学生時代に本格的にやっていた経験もあり、一部の曲ではライブでダンサーと共に踊る姿を披露している。2011年ソロデビューからのバンドメンバーをラーメンズ、2016年4月からのバンドメンバーをニユーメンズと呼ぶ。特にメンバーの後継 CEO 計託氏とは、 リリースイベントでもギターでの出演が多く、仲が良い。フェスティバルへの出演も多い。アニソン系フェスティバルでは、アナメイロサマーライブや、リスアニ、ライブの鳥という大役を務めた。ロック系のフェスティバルでは、ロックインジャパンフェスティバル、トレジャーレゴ X などに出演、カウントダウンジャパンでは鳥を務めた。また、最近は、海外ツアーを行うなど海外にも注力している。 2014年1月に、それまでの夢だった日本武道館でライブを行ったが、風邪をひいて、喉を痛めてしまい理想的なパフォーマンスを行えなかった。後に、それについて悔しい思いをしたと何度も語っており、2015年の日本武道館ライブはリベンジとなった。2016年6月11日、ゼプトキオのライブで、ロックヒロインの二つ目を背負う覚悟ができたと報告。 小柳大介が名付け親。初回インタビュー記事で使用された。テレビ朝日系列の音楽番組、ミュージックステーションには、2015年5月8日に、ライジングホープで、青イエールと共演。2017年2月24日に、キャッチザ・モーメントで、ソロで出演をした。2018年12月、メディアへのインタビューで実現したい夢を聞かれ、東京ドームと答えている。 歌手活動のほか、ギター演奏や声優にも挑戦するなど、様々なことにチャレンジしている。負けず未来を自負している。自身のブログは、インディーズ時代の2008年に立ち上げ、メジャーデビュー後も継続している。趣味は、掃除、映画、料理、写真などで、ブログやツイッターに投稿することが多い。綺麗好きで帰宅後に掃除を必ず行うためブログの更新が遅くなる。 退職間であり、2日間で食べた7食分の画像をブログに載せたが、まだほんの一部だとしていた。ブログやツイッターでは高確率で、食べ物の写真が掲載される。同じ岐阜県出身のシネマスタッフとは、高校時代からの中で、互いにメジャーデビューしている現在でも交流がある。ガールズ・デッド・モンスターでペアを組んだマリナとは、親友と呼ぶほどの中である。 ファンクラブイベントリサッコ祭りへ飛び入り出演したり、2016年のアナメイロサマーリブでガールズデッドモンスターとして一緒に歌うなどしている。歌手のメイン、岸田教団ザ・明星ロケッツのイチと特に仲がよく親友である。それぞれ休日を共に過ごし、ブログやツイッターにアップすることが多い。また、同じソニーの系列レーベルに所属するエルやカラフィナ、 エメなどとは、イベントなどでコラボすることが多く、仲がいい。ファッション雑誌、ケラで、ファッションフォトの撮影経験もある。ファッションセンスに評判があり、ファッション業界とのコラボ商品を、たびたび発売している。ミュージカル教室に通っていた、幼い頃から、ディズニーの世界観に憧れ、ディズニーの楽曲を歌う人にずっとなりたかったという。ロックスターとは、オアシスや、アブリル・ラビーン。 グリーンデーなど、誰かに期待されて、憧れられて、元気をあげられる人のことであると考え、また目標にしている。2014年以降、各地の大型フェスに出演する機会が増え、共演した、シム、コールドレン、ザオーラルシガレッツの山中家宅や、ワニマのケンタ、レイオンリーミテッド、サザビーズのジェン、ヘイ、スミス、スキャンダルラと交友がある。特に、 コールドレンのクシックスとシムの MAH はリサがメジャーデビューする以前より進行がある。ライブなどで激しい動きをするため運動神経が良いと思われがちだが本人は運動嫌いと語っている。2015年に体調不良で倒れツアーが中止になったことをきっかけに健康のためにキックボクシングを行っている。母親にはリッちゃんと呼ばれている。妹が一人おり、 名前は偶然にもガールズ、デッドモンスター時代に歌唱パートを務めたキャラと同じ名前。立体枠、顔も似てなければ性格も好きなものも正反対。妹の方が背が高いため、どっちが妹かわからないと語る。すべてのライブ DVD をコンプリートするほどのコーダ、組の大ファンであり、ファンクラブ、コーダ組にも入会している。 大の中日ドラゴンズファンであることを公言しており、SNS などで、たびたび、中日ドラゴンズに関する投稿をしている。ダイアン・ビシエドのことを、ビッシーと呼んでいるほどのファンである。自身の楽曲である、誠シアカが、CBC テレビ CBC ラジオ内の中日ドラゴンズ中継の2020シーズンテーマソングとして起用されている。2020年11月4日、 名古屋ドームで行われた中日ブスでナ戦で始球式にあたるセレモニアルピッチを行った。試合は5から4で中日が勝利。試合終了後、怪我で離脱しているビシエドの背番号66をあしらったレプリカユニフォームを羽織り再びグラウンドに登場。自身が歌うトシアカに合わせてシアドラが踊るスペシャルイベントに参加してサビの部分を歌唱した。 リサ用語と呼ばれるオリジナルのワードをいくつも作っており、ネーミングに強いこだわりを持つ。リサ、リブなど愛を小文字にして他の文字を大文字にすることが多い。リサ自身はラ行をローマ字にして用語を作るときに R ではなく L を用いることが多い。芸名のリサは本名のリサのローマ字読みから名付けられたもので、インディーズ時代から使用されている。ツイッターアカウントの リザオリーブは、本名とリブを組み合わせている。ブログ https コロンスラッシュスラッシュ ameblo.jp スラッシュ lxixsxa の url の一部、ルシクスキサは、リザの文字間に、X を挟んで作られており、インスタグラムアカウントのズリーザアラベックスも、リザオリーブを X の文字で挟むなど、X の文字を使うことも好んでいる。オリジナルブランド、 ユーバミュージックも本人のトレードマークでもある刃と桜ミュージックの組み合わせである。CD を、ラブレター、ライブを、デート、メディア出演を、お弁当、ファンクラブ限定配信放送を秘密基地と称している。また、自身のファンのことは、リサッコと呼んでいる。また、2018年11月頃よりツイキャスでの配信を不定期で行っているが、 ツイキャス配信を電話と称している。ツイッターやブログでは独特な言葉を使うことが多い。おはよう、おはおは、おはや、おはあん、のしと言ったり語尾になどとつけて投稿することが多い。また、ありがとうを、デラーでいがどうというなど、岐阜県方言のデラを使う。岐阜県の方言を使うことも多い。また、最後の挨拶の際には、バイチーと呼んでいる。 ブログやライブで最後に言う言葉に、今日も最高の一日にしましょう、ピース。や、今日もいい日だ、ガール。今日もいい日だ、という用語は、母親から教えてもらったものである。今後のライブや、楽しいことを考えるときに、楽しいことをネリネリすると表現し、考えることをネリネリするという。すべてのアルバムは、フルアルバム、ミニアルバムともに、タイトル名が、L から始まる。 ライブタイトルに関して、海外公演かつ単発公演のものは、アナザーグレート、デイとなり、前述の2項目を満たしていない形式のものは、全日程海外公演であっても、リブイズ・スマイル・オールウェイズとなる。リサのアルファベットから命名されており、略すとリサになる。ライブごとに、サブタイトルが変わる。リブイズ・スマイル・オールウェイズという名称には、リサは、ソロアーティストのため、バンドメンバーは、 リサ専属ではなく、あくまで、サポートミュージシャンである。リサのライブ時のサポートバンド。命名の由来はリサが、ラーメンが好きだから。リサの SNS にもたびたび登場している。サードシングル、ベストデイ、ベストウェイでは初めてメガボルトにも登場した。活動、編集2016年4月からの、ハ、は、イ、い、ファイブツアーより、サポートバンドが、本格的にに、有名図に移行した。 以降、後継 COK、OK、高し、いくちゃん、ゆう、こう、あっきー、ゆうやんの5名が固定メンバーとして活動。お台場みんなの夢大陸2017目覚ましライブ時のアコースティックライブ時のバンドメンバー活動。編集2019年 NHK 紅白歌合戦。2020年 CDTV のバンドメンバー。リサに多くの楽曲を提供している音楽家。CD シングル。 編集配信シングル、編集その他のシングル、編集フルアルバム、編集ミニアルバム、編集ベストアルバム、編集ガールズ・デッド・モンスター、編集その他の参加作品、編集作詞提供、編集マイ・ヒロイン2019年夏発売のメインのコンセプトアルバム、エールのリード曲。リサ自身初の作詞提供。ワンマンライブでは、リサの文字をそれぞれ頭文字にした。 リブイズスマイルオールウェイズから、タイトルがネーミングされ、ライブによってその後のタイトルが変化する。FC、リサラボ。で開催している。ファンクラブイベント、リアルリサッコ祭り CD リリースイベント含む2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。 ありがとうございます。